行方が気になっていた新人賞、白崎選手の移籍先が発表されました。なんとシャンソン化粧品に行くということで、先に移籍した山本選手と同じ動きとなります。どんなチームになるか楽しみですね。今週の移籍情報ピックアップ動画です。今週からはリストに新たな追加はなし、記載選手の動向を追いかける形となります。まずは新たに移籍を発表した選手です。今週発表したのは先にお話しした白崎選手、そしてシャンソンからトヨタ紡織へ移籍となった北村選手です。白崎選手は今年新人賞を受賞し、姫路からのステップアップとしての移籍ですが、まさかシャンソンとは驚きました。シャンソンは絶対的ポイントガードとして小池選手がいるので、白崎選手をどのように運用していくか気になりますね。白崎選手の魅力はインサイドでもドライブでも外からでもどこからでも攻められる点にありますが、インサイドは内選手、ドライブでは小池選手、外からは吉田選手がいるので、プレースタイルの変化を余儀なくされるかと思います。しかし白崎選手が入ったことで去年と今年の新人賞が在籍することになり、しかも内選手は来年の新人賞候補筆頭なので、もしかしたら3年連続新人賞メンバーになるかもしれませんね。そんなとこも期待しています。もう一人の北村選手はバランスの良い攻撃型ガードなので、トヨタ紡織のラインナップには非常に馴染みますね。後で話しますが、トヨタ紡織からは退団者が結構出ているので、北村選手の加入は心強い補強だと思います。特に東堂選手とのコンビネーションは結構楽しみです。ただ依然ビッグマンの加入がないので、このままだと来季もサイズで苦しむ展開が起こりそうですね。日立ハイテクからの盟友である谷村選手が加入したりすると面白い展開になってきそうです。続いては対談情報です。トヨタ紡織からは深井選手、ペク選手、岡田選手、飯島選手とリスト入りした全員が対談となりました。中でも岡田選手とペク選手は引退ということで、長い現役生活を終えるそうです。いつかはやってくることですが、やっぱりいざ来ると悲しいですね。お疲れ様でした。あとはまだ噂ですが、東京羽田はロスターが固まったようなので公式リリースはないものの、高野橋選手は対談となりそうです。実力派シューターがどのチームに行くのか非常に気になるところですね。今季念願のビッグマン栗林選手を手に入れた東京羽田がどんなチームになっていくか楽しみです。以上、今週の移籍情報でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。